はい、どうも皆さん、ユハーバン、ワイユハイチャンネル、はい、です。ということで、今回なんですけども、僕の除去をね、使っていきたいと思います。まあ、除去サファイアなんですけど、まあ、第7弾環境で、このインフィルノゲートが追加されたことによって、除去サファイアがね、軒並み強化されました。これね、マジでティア1ですよ。圧倒的ティア1。まあ、今ね、環境始まって、そんなにね、気にしちゃってないので、アポルンズ・ドラゲリオンとか、グール・ジェネレイド、あと、マーキュリー・ギガ・ブリザードとかで、そこら辺がね、まあ、注目されがちなんですけど、なんだかんだ一番安定感がね、あるのは除去サファイアなんじゃないかなと思います。まあ、マーキュリー・ギガ・ブリザード、まあ、クリスタル・ツバイ・ランサーとか、そういうね、速攻系、早いデッキにも、まあ、ファントム・バイツ、クリムゾン・チャージャー、サウザント・スペア、エンストド・水系の裁きで、まあね、進化、ギャラクティ・ボルテックスの進化元も、軒並み破壊できますし、まあ、ファントムバイツ、クリムゾンチャージャーでコッコルピアを立てられなくして、まあ、センジネドラゴンとかの展開でアポロズドラゲリオンも進化できなくなると。そしてやっぱ、ね、天文型の除去サファイアも、まあ、そこそこ増えてきたので、まあ、コメットチャージャーの採用ですよね。まあ、コメットチャージャーを採用しております。さあ、このデッキ、マジで安定感抜群で、不利なデッキがね、ほぼ存在しないということで、もう環境の王なんですよね。結局、世界戦はサファイアで収束するということなんでね、まあ、早速試合の方ね、行きたいと思いますので、よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンね、よろしくお願いします。では、試合の方、行きましょう。行くぞ。よう、待たせたな。ということで、早速ね、試合の方やっていきたいと思うんですけど、おばたち、セブン、セブン、セブン、パヤーをね、マナに置いて、しっかりこっちはエンストロシーキのさばき置いて、まあ、セブンスで、しっかりとね、お前たちドラゴンをブロッカーにね、していこうという戦略なんで、こっちコメットチャージャーしっかりそこでぶち当てて、軒並み処理していきたい。さあ、コッコルピア、センチネルドラゴン、このムービングね、次されたらかなりきついんですけど、状況サファイアにファントムバイズがしっかりと入っているんで、しっかりここでね、コッコルピア、バード系をしっかりここで処理することによって、お前たちかなりテンポロスしてきます。さあ、センチネルドラゴン、ここね、コッコルピア破壊できなければもう2体並んでたんでね、マジで恐ろしいよね。さあ次やったねということでさ、しっかりとクリムゾンチャージャー置いてさ、ロストチャージャーでサファイア落としながら、しっかりとマナ加速して、まあ、ゲート引いた時にもサファイア展開できるさ、ノースグレイからのセンチネルドラゴン爆弾。さあここでね、お前たちギャラクティポルテックスでアポルンスの準備をするかと思いきやもここ間に合わんということで、しっかりとセンチネルで殴ってきます。さあデーモンハンド引いていきましょう。デーモンハンドでここセンチネル進化元をね、ちゃんと処理していくこと、それがね、一番大事。バンドエイジ、ニコラス、ケージアンでね、アポロヌス、ドラゲリオン、絶対に立てさせねえぞと。さあ、セブンスでしっかりと、ブロッカーを得てきますが、ここね、やっぱコメットチャージャー積んでる除去サファイアの身としてはかなりありがたい。さあ、ここロストチャージャー引いたんでさ、ロストチャージャー置いていけ。インフェルノゲート、ここもサファイアで軒並みビート刻んでいきましょう。もうお相手しね、ハンド1枚なんで、ここひたすら処理し続けてれば絶対的にもうアポロス立たないんですよね。で、ガレックを引けばもうセブンスのね、もう完全に裏目なんですよ。やっぱガレックをね、採用してるということで。で、ヘリオズライズドラゴンで、しっかりとアポロス、しっかりとね、持ってきますが、さあ、ここでガレック引いてきました。いけ。もうガレックでね、もうドラゴンも軒並み破壊して、さあ、アポロス、ハンディングザオベーションして、ここトリプルブレイク。もうこれ完璧だよね、もう。安定感がやばい、もう。しっかりとね、お相手氏のしたいことをしっかりと封殺してって、こっちはね、自分のしたいことを押し付けていくっていうね、圧倒的ゲームプランニング可能になってくる。さあ、ここアクアポインターでワンドローしながら。てか、俺サファイアガレックで勝ちやねん。ほんと申し訳ない。気づかなかった。で、行こう。サファイアでトリプルブレイクからの、さあ、ガレックで対戦。ありがとうございました。よう、またあったな。ということでね、白王様のウブゲと対戦よろしくお願いします。さあ、ここエンストロ水拳の裁き置いてお会いですし、アクアハルカさんで、これは多分青タンクリスタルツバイランサーにマーキュリーギガブリザードが入っている、もう関係でブイブイ言わせているブリブリザイモンデッキなんで、しっかりとこのデッキね、買っていくことによって除去サファイアの価値をね、ぶち上げていく動画になる。さあ、サファイア置いていきましょう。ロストチャージャーでマナ加速しながら、次まあバイツだったり、まあ次バイツかな、まあトップオブザデックで、何引いてくるかによるんだけど、さあ、アクアスクリューからのアクアガードしっかりと次進化ギャラクティポルテックスとグラビティゼロのしっかりと条件も満たしていきますが、ここガレックでしっかり、やっぱガレック強いよね。アクアガード取りながら判別してさ、さよならバイバイマークリギガブリザード。さあ、しっかりと、さあ、アクアスクリュー置いて、さあ、ここね、次その残りのハンド気になっていくがさ、ファントムバイツでしっかりとアクアスクリュー焼いて、ここね、やっぱ条件を絶対に満たせないこと、満たさせないこと。それが大事さ、アクアトリックスはショータイムだ。ということで、来たね、サウザントスピア。これマジでぶっ刺されたね。もうこの時点で俺たちもリタイア案件なんでね。さあ、強すぎる、ぶっ刺さっていくね。さあ、ここアクアスクリュー。俺たちまだまだ、
まだまだ諦めないよと。さあ、デーモンハンドかと思いきや、しっかりここエクストリームクローラーで盾を張っていって、次もデーモンハンド打って、もう絶対にも進化させないぞという鉄の意志見せていきたい。さあ、ここアクアポイントで、しっかりとラスのハンドしっかり取って、マーキュリーギガブリザードもさよならバイバイ、こんにちはペコリンなんですよね、これ。さあ、ここまたファントムバイツ引いたんですけど、ここもアクアポイントで一生ハンデスしていきましょう。さあ、クリスタルパラディンということで対戦、ありがとうございました。はい、ということで対戦のよろしくお願いします。なぜかね、さっきのハグ王の産毛が進化して W ハゲになっていますが、さあ、ここコメットチャージャー置いて、まあ、次、ロストチャージャー、バイツ、ゲート引いていけてるんで、さあ、エマッチ新タイフ？さあ、リピートアフターミー、エマッチ新タイフ、アルグロスクリューソス。しっかりと採用している男だな。さあ、ロストチャージャーでここサファイア落としてもゲートで最速発進していきましょう。まあ、コメットチャージャーも引いているんで、まあ、空打ちになったとしても、まあ、マナ加速というね、最低限を果たしてくれる。さあ、ここコメットチャージャーで次もゲート飛んできますよ。お前たちまだ4ターン目だぞということで、さあ、ここバイツ置いていきましょう。インフェルノゲート、最速のインフェルノゲートでしっかりと、もう4ターン目着地。さあ、トリプルブレイク。さあ、獄門もでもグール墓地に置いちゃったね。しっかりとお前たちを手助けしてしまいますが、これもどうしようもないでしょ。5コストで確定なね、処理はないので、さあ、ドルベール、ストルベール、プーッもね、しっかりと出していきますが、さあ、ここ、アルグロスクリューソス。お前たちね、いいデッキだね。アルグロスクリューソスいいね。さあ、クリムゾンチャージャー意味ないんですけど、さあ、行きだしょ、ロストチャージャー。さあ、ここでしっかりと。さあ、ファイア落としてて、2枚目のインフィルのゲート打っていきたい。さあ、トリプルブレイク。さあ、ここね、ゾルベールでブロックされることによって、グールジェネレール爆弾してきますが、ここも、出てきたところで、貴様一体単体で何ができると思いきや、ガルザーク飛んできた。強すぎる。沈滅流儀ガルザーク強すぎんか。さあ、ガルザークでここ当たってって、ガルザークの能力でしっかりと、ここで多分グールジェネレールで当たってくんのかなと思いきや違いましたね。さあ、インフィルのゲートトップオブザテック。インフェルノゲート絶望よ来たれということで、しっかりとサファイア爆弾させていってトリプルブレイク。これもどうしようもないね。トップオブザデック、これが右手光るシャイニングドローの持ち主、シャイニング決闘者、主人公の血筋があるんだと。さあ、ゾルベール、ソルベールでしっかりとまたブロッカーを立ててきますが、次トップオブザデック、インフェルノゲートということで、さあ、3連発目ボルメテウス、サーファイアドラゴン、盤石オブザ、盤石の着地を見せて対戦、ありがとうございました。ていやはい、ということで僕の除去いかがだったでしょうか。やっぱりクリスタルツバイナンサーとかマーキュリーギガブリザード、今ね、環境にいるデッキにすこぶる強いってのが、マジでこのデッキを使う最大の利点なんだよね。まあ、ロストチャージャー、コメットチャージャー、ブレインチャージャーと、クリムゾンチャージャーと、もうチャージャー系しかないんだよ、見て。もうチャージャー系をね、しっかりとふんだんに使って、もう最速でサウザンドスピア、エンソルト追加のさばき、インフィルのゲートを打てば、もうお相手し何もできなくてね、もうあとあとサファイアのね、処理を強要されて、ただただ、もうただただサレンダーしていく世界線しかないんで、このデッキね、マジで、今もう強い。もうフリデッキがね、ほぼないんだよね。クリスタルツバイランサーとかマーキュリーギガブリザード。まあ先にね、マーキュリーギガブリザードのメテオバンとかね、されると、ちょっときついんだけど、それ以外はね、ほぼ勝てる。まずマーキュリーギガブリザード進化させないんだよね、このデッキ。なんで、今本当に、今存在しているデッキタイプに不利なと、存在しないので、このデッキマジでおすすめです。ということで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンなんかね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。